元エージェントリコ・ロドリゲス、これまで国家元首6人を打ち破り、それでソリスに来ています。優しい父だった。お前の親父が昔オスカル・エスピノーサと仕事をしてたってことだ。何があった？監視カメラの映像だ。ファイルにお前の親父の名前がある。決してこんなものを作る人じゃない。一人では無理だわ。天気が悪いくらい。天気が悪いなんてもんじゃない。真実は強力な武器になる。プロジェクトイーアパー、エージェンシーは知っていたのか。私たち仲間が協力して、カオスの軍団。何が起きてる？逃げるぞ。懐かしいね、アミーゴ。プレイステーション。